はいどうも皆さんこんにちは、沖縄の大学生星音です。今日ね、私ショッピングモールみたいな大きめのスーパーに行ったんです。でそのスーパーの1階になんかバレンタインフェアみたいなのがやっててね、催事場みたいなとこあるじゃないですか。駅ビルとかさ、スーパーの1階ってなんか広くなってるさ、ホールがあって、そこの吹き抜けのホールでさ、なんかこういろいろね、物が展示されてて、なんかこう季節のフェアがやってるわけですよね。でそこでバレンタインフェアみたいな感じでいろんなチョコレートが並んでるわけですよ。私別にチョコレート買いに行ったわけじゃないからそこは素通りするはずだったんだけど、すんごい気になるわけ。なんかめっちゃ高級そうなチョコレートとかさ、こんな3000円とか5000円するようなさ、なんかチョコレートセットみたいなのがいっぱい売ってるわけですよ。5000円のチョコレートとか人にあげるんですか？てか5000円のチョコレートもらったらさ、何をお返しするのって感じですけど、まあもらったことないんで分かりませんけどね。まあまあまあそれはいいとしてさ、ですごいチョコレート食べたくなったんだけど、でもまさかさ5000円のチョコレート自分で買うわけにはいきませんからね、もらえないんだからさ、それ自分で買うしかないわけだが、さすがにね5000円のチョコ買うわけにはいかないなと思って、いやーなんかな、たまには自分で板チョコぐらい買ってみるかなとか思ってたんですけど、その、横にね、ミスタードーナツがあって、なんかミスタードーナツでもね、こう美味しそうなチョコが売ってるわけですよ。私今日すごいお腹空いてたから、スーパーのね、チョコ見てめっちゃチョコ食べたくなった状態でミスタードーナツの前通ったら、あ、なんかね、超高級そうなね、ミスタードーナツにもなんか高級そうなね、チョコドーナツが売ってるわけですよ。これね、今サイトを見せるんですけど、このねフォンダンショコラドーナツみたいなね、なんかわかります？こういうさ超高級そうなチョコレートが、これもバレンタインを意識してるのかな、わかりませんけど、なんかフォンダンショコラドーナツっていうのが売ってたわけで、ミスタードーナツのねチケットを持ってたので、これはだったらね今お金を払わなくても美味しいチョコが食べれるに違いないと思って、私はフォンダン、なんかさこぼれてる、なんか溶けちゃったんだ、あ溶けちゃったっていうか、すごい、こういうものなんだ。すごい。見てください。あ、これ、なんか、真ん中に入ってたのに出ちゃったんだ。これ私、帰ってくるときさ、スーパーから自転車で帰ってきたんですけど、私自転車でさ、転んじゃったからさ、横になって、あれこれ壊れちゃった。なんかリュックの中あったかかったのかな、わかんないけど、なんかチョコがちょっと溶けちゃった。溶けちゃったけど、フォンダンショコラって溶けるのかな？フォンダンショコラって何ですか？よくわかんないけど、フォンダンショコラって何？なんかチョコレート？ん？フォンダンショコラってチョコじゃない？今チョコかと思ってさ、バレンタインの話したのに全然チョコじゃない？チョコですよね？フォンダンショコラチョコだよ。わかんないわかんない。フォンダンショコラドーナツフランボワーズっていうのを買ってきました。フォンダンショコラ、クルーフランボワーズをイメージしました。ん？フォンダンじゃないな。ボンボンショコラ。ボンボンショコラって何ですか？ボンボンショコラをイメージしました。しっとりとした濃厚なチョコレートドーナツ生地と、カシューナッツクリームフランボワーズフィリングをだって、これフランボワーズっていうの、この赤いの何ですかこれ、すごい、でもまあまあとにかく美味しそうじゃん。あ、ここになんかねいちごジャムみたいのがちょっと落ちちゃったけど、これ乗っかるかな、まあいいや、まあまあまあなんかちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、でもめっちゃ美味しそうじゃないですか。すごいこれね、はい、ということで、ね、今日はこのドーナツをいただきたいと思います。めっちゃ美味しそうじゃん。これ200円だったかな、そう200円プラスで持ち帰りにしたので216円ですよね。 8% だからね。いただきます。めっちゃ美味しい。なんかすごい。めっちゃ美味しそう。美味しそうじゃない、美味しい美味しい。なんか何、なんか柔らかい、すごい美味しい。あ、フォンダンショコラはあれだ、なんか中が固まってない柔らかいチョコみたいなやつですよね。はま寿司でこの前初めてフォンダンショコラを食べました。初めてじゃないかも。フォンダンショコラってなんかたまにありますね。なんかたまに食べるわ。なんかホテルのさ、ご飯のレストランとかで出てくるっていうか、バイキングに置いてあるのフォンダンショコラですよね。わかんない、適当なこと言いました。柔らかいチョコが美味しい。このイチゴ美味しいですね。イチゴじゃないのかなこれ。フランボワーズって何ですか。フランボワーズってイチゴ、キイチゴみたいな感じかな。なんかちょっとイチゴより酸っぱいかも。なんだこれ。まあ、イチゴみたいな感じですね。まあ、チョコとイチゴって合いますよね。美味しい。これ美味しいわ。まあ、自分で200円払ってまで買うかは微妙だけど、でも、普通に美味しいから200円払っちゃうな。フォンダンショコラって高級食品ですもんね。100円とかじゃ買えないですよね。はま寿司の、フォンダンショコラも260円だったかな。この前なんかお寿司屋さんに行ったんですよ、浜寿司にね。でフォンダンショコラあったからなんか食べちゃったんですけど、それめっちゃ美味しかったですよ。
多分フォンダンショコラって別に誰がどこの店で作ってもフォンダンショコラっていうもの自体が美味しいから、別にどこの店のフォンダンショコラも等しく美味しいと、等しくではないだろうが、お店によって違うだろうけど、まあ、とにかくどんなフォンダンショコラだってまずいってことはないと思うんだけど、まあ、このドーナツもねすごい美味しいですね。ちょっと食べ方ミスったけど美味しいですね。なんか美味しい、めっちゃ美味しいわこれ。ちょっとずり落ちてしまったいちごジャム、美味しい、なんかすごい甘い、美味しいわ、めっちゃ美味しい。なんだこれ、なんかねすごい美味しい、なんかあの給食、小学校の給食で出てくるチョコムースを100倍美味しくした感じ。 100倍はそうですけど、なんか なんていうの、なんかその濃縮されたチョコ。ちょっと待って、今夜なんだけどさ、これなんかカフェイン入ってる気がしてきた、チョコレートね。これなんか眠れない気がしてきたな、これ今日眠れないかもしれません。まあいいや、どうしよう、まあいいやでもこれドーナツってさ賞味期限とかあんのかな、これ別に明日でもいいのかな。いやでもまあいいや、美味しそうだ、美味しいから食べちゃえ。いや美味しい美味しい、こういいですわね。なんかねこれいろんな種類があって、ヘーゼルナッツとか、あとキャラメルと、あと普通のショコラみたいのがね、4種類かなありますね。あとハート型のチョコレートもあるのでね、ハート型のチョコレートはすごいあのいいと思いますね、いいと思いますっていうか美味しそう。なんか別にハート型だからといって別に味には変わりないんだろうけど、多分でも丸の方が食べやすいから、丸で良かったかな。美味しい、やっぱチョコレートって美味しいですよね。いや私あんま別にチョコレート好きじゃないんですよ、あの何、高級チョコレート、それこそさ、なんかそのバレンタインセットとか言ってさ売ってる5000円ぐらいのチョコってさ、多分高級志向だからカカオが多いじゃないですか。カカオ 70% みたいなチョコ私無理なんですよね、苦くないですか。だってコーヒー飲めないじゃないですか、知らないと思いますけど、その話してるか、私コーヒー飲めないんですけど、本当にね、あの高級チョコが苦いから無理なんですよ。私あの子供用のさ、なんかそのアンパンマンの絵が描いてるチョコみたいな、そういうチョコじゃないと食べれないんですよ。なんか 20% ぐらいのさ、もはやそれチョコじゃないじゃんみたいな、砂糖いっぱいのチョコじゃないと美味しく食べられないので、コアラのマーチの中身ぐらいのね、チョコがいいんで、と。まあ高級チョコ食べたいとか言ってるけど、実際高級チョコ食べたら、なんか全然、苦い無理とか言って、水で流し込むような感じになっちゃうので、これもね、あの、まあ、苦味はないわけじゃないけど、普通に甘さが勝ってるので美味しいですね。よかった。なんか、ミスタードーナツの、マルコリ、英語読めないっていうか、これ英語じゃなくて多分フランス語だと思うんだけど、なんとかコレクションみたいなね、なんか超美味しそうな名前のね、あの、ドーナツめっちゃ美味しかったです。あの、皆さんも食べてみるといいと思いますよ。いや、別に、はい。ミスタードーナツのマシマシじゃないけど、これは普通に美味しかったです。じゃあまた、私あの結構ね、ドーナツ好きなんですよ。ドーナツ好きっていうか、ミスタードーナツをね、高校の時、学校帰りにミスタードーナツをね、の前を通って、ミスタードーナツの入ってる駅ビルを通ってたので、学校帰りに。だから、よくミスタードーナツに行ってたんですよね、学校帰り。なんかね、私の、あの、で、その私がね、あの、通学の時よく通ってたミスター、前のね、その、通学経路の途中にあったミスタードーナツは、なんか土曜日の夕方にタイムセールみたいのがあって、なんかこう、150円ぐらいまでのね、ドーナツが全部100円になる時間があったんですよ。だから土曜日ね、なんかいろいろ頑張った日は、今週はじゃあドーナツ食べようかとか言ってね、まあ、当時は別にバイトとかしてないんで、お金なんかさ、お母さんお父さんからもらうお小遣いだけだったわけだから、そんなさ、毎日のようにドーナツとか食べられたわけじゃないんだけども、たまにね、もうなんかさ、ドーナツを食べて、あ、このドーナツ美味しいなとか言ってね、あんまりさ、ミスタードーナツのドーナツ、まだ全種類食べたことないんじゃないかなっていうぐらいだと思うんですけど、このドーナツ食べたことないと思うな、食べてみようとか言ってね、じゃあ今度来た時はあれにしよっかなとか言ってね、あ、なんかすごいね、いつもこうミスタードーナツをね、の前をね、あの通る時にね、あのドーナツ美味しそうだなとかね、あ、新発売のやつ、じゃあ今度なんか頑張った日に食べようかなとかね、テスト終わった日にあれ食べようかなとかね、そんなこと思いながら高校に通ってましたね。ミスタードーナツって美味しいですよ。まあ、ミスタードーナツはね、あの普通に好きです。まあ、ちなみに私の好きな、ミスタードーナツは、あの、なんだっけ、あの、フレンチクルーラー、なんかふわふわなやつ。あれ美味しいですよね。
はい、以上です。じゃあ今日もね、動画をご覧くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひね、チャンネル登録をお願いします。またね、SNS とかもね、いろいろあるのでね、概要欄からチェックしてみてみてください。では皆さん、さようなら。